皆さんこんにちは、フロマスクです。今回もゴースト仏島やっていきたいんですが、おお、どうした空石川先生のミッション進めてみましょうか。だんだんと石川先生がやばい人だっていうことがミッション進めていくことで分かってきましたね。あと巴さんがどんな人なのかがすごい気になる。あそこか。いた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 。ほい。あははちょっと待って上まで上がる。ちょっと待って、これ上まで上がれんのか。ちょっと石川先生待ってて今これはすごいかも。あーでもいけないな。すごいジャンプでしたね。まあいいや。石川先生ごめんなさい遅くなりました。巴の消息は？日吉の家の内と外で人が居殺されたそうだ。おかげで村の往来はすっかり減ってしまった。巴の仕業だと？適切な場に弓取りを置けば村の孤立などたやすい。先生が長尾家でお使いになられた平日ですね。巴は覚えが早いな。いかにも、まるであなたの分身ですならばそれを逆手に取ってやるぞ。おお、いよいよ巴さん登場か。傷と過去と。いかにして敵を見つけるのです？己を巴と思え。己を巴と思え。ちょっと待って歩いてった方がいいのか。わあ、こんなとこだったんだ裏側。日吉の人の出入りを掌握するのであれば、うん、どこに兵を置く？はあ、ああ選べるんだ。日吉の地形を調べて、まあ良さそうなのはこの上のところ良さそうですけどね。浜への道は数人で足ります。さよう。うん、あ、全部見てく系か。宿の後ろの道に。いいな、いいな。隠れ場もなければ見通しも悪い、うん、わずかな人数で村全体を制すのだぞ。あー、これいいんじゃないですか。ここ櫓、村の橋を見張る者がいるでしょう、うん、いかにも。ん、全部見ていけばいいのかな。あそこもいいじゃないですか。村の南の道は上り坂、弓を射るには最適かと、うん、筋がいいではないか。見込みがあるな。では参るぞ。あ、よかったんだ。こっちから行けますよね。あれ、誰かいません？誰これ？竹切ってる。ん？これミッションに関係ある人？いやー、誠、この日吉とは珍しき場所です。その竹は何だ？よく育つんですよ。この竹林は弱き者を守ってくださるのでしょう。はあ、何これ何なのこれは。待って、これちょっと待って大変なことになってる。なんだこれ新百景じゃないですか完全にああもうこの死体の下から滝が育ったってことかよくわかんない状態ですね。ミッションと全然関係ないですもんね。えぐいことになってる。こっちの方から行けばいいのかな。巴には他に何を？余さず教えた。長尾家を去った言われさえも伝えてやったぞ。温泉に浸かるため身を引いたのだとな。なれど弟子は取った。しばらく後にな。何故です？弓を置くことはわっそろそろだ。用心しろ。あれ、お話の途中だったのに敵いる？あの奥いますね。行っちゃうか。あいか、撃ってこい。さあ一騎打ちで行っちゃいましょう。エルデイアシグラッチサモライ。おい、よし、いっぱいいますね。
ささっとやっちゃいましょう。おいおい、あ、石川先生も今回戦ってる。おい、はい、止めはおりません。あれ、いない。進むぞ。全然いなかったな。とりあえずいそうなとこを潰していく感じなんだな。巴さんがいそうな場所は、あ、これか。あー、来た。突っ込みましょう。よいしょ、よいしょ。なんだこれ。危ない。ね、あー、そういうことか。おい、これでやっときましょう。全滅かな。石川先生全然。いかにして弟子に。ちょっと待って、生きてる人がいる。はい、追い返そうとは。どこで話してる石川先生。鍛えていたのでしょう。構えは不格好。全然戦ってくれてなかったな、また。あ、いますね。あー。走れ。おーしょ、いった。先生、先生お願いします。いっぱいいる。それで避けれるの。気づいてなかったな。先生やった。あとどこ、上にいんのか。どうしよう。うい、ナイス先生。多分ここ弓を使うステージなんだろうな。全然使ってないけど。あとどこ先生、どこ敵は。あー、撃ってる撃ってる。あ、あ、そこにボスがいるの。よいしょ、ほい。先生全然食らってないぞ、その矢。先生お願いします。あ、先生やられちゃうな。ほい、だいぶ、あ、ナイス。先生がやった。石川はいるか。己、何をだ。ああ、ことづてがある。モーゼ、石川、日吉の民は全て命を乞うことになる。長尾博則に撃たれた者の。黙れ。あ、黙れ。あ、隊長倒した。石川先生倒したけど、こっちのあれになってんな。長尾博則、賊に殺されたはずでは。昔の話だ。優れた弓取りだったと聞きます。弟子だったのですか。いや、すべて巴のデタラメだ。すべてではないでしょう。怪しいな。新学期にさせるための策だ。日吉を守れるのはわしら二人しかおらんからな。ならば信じましょう。気な臭くなってきたな。裏の守りを練らねばならん。手はずが整ったら道場に来い。あ、今回こういう終わりなんだ。怪しいな、やっぱ石川先生は。ん、あ、なんかいる。あー、なんかいっぱいいるぞ。なんだこれ、すごい数だな。ん、なんだこいつは。どこ行く。謎ですね。なんでこんな逃げた。他もいっぱいいたぞ、猛虎たちが。なんだ、やたらいましたね。どこ行った、他の猛虎たちは。もしかして石川先生のとこ行ったか。よいしょ、あれどこだ。あ、いた。
正座してる。座る。どうしたの？なんか仲良しだな。手遅れになる前に日吉の湯を巴から救うぞ。うん、なぜ日吉に固執するのでしょう。あれはわしの故郷。あ、そうなんだ。滅ぼすことで力を示したいのだ。恥を知らぬな。なれと地の利は我らに。軍勢だろうが退けられましょう。または村を儲けにくれてやる。巴は勝利に酔いしれ用心を忘れる。最悪だな。その隙を叩く。村を犠牲にするとおっしゃるのですか。その価値はあるであろう。ひどいな。それでは巴と同じです。確かにな。石川先生、ちょくちょく人の道は外れんだよな。そちらに注力しよう。これより高台に行き矢を置き。酒井、聞こえたか。なんか音がした。あー、撃ってきてる撃ってきてる。一冊。おー、かっこいい。あー、ちょっと待って。先生の方行ってる。あー、いっぱいいる。あー、待って、これはすごい数。あ、先生の方投げちゃった。先生ごめん。嘘。いった。あとは、あ、先生のとこに二人行ってる。やばい。よいしょ。ナイス。先生強い。あやつめ、やはり打ち手を放ってきよったか。我らを狙うにしては数が少ない。あるいは時を稼いでおるのか。日吉の湯が襲われている。わしが死んだらお主が巴を殺してくれ。おお、心得ました。心得ました。わしの技はついえてしまう。先生の技は私が守ります。巴はどこを狙う。村の裏手の滝の近く。なるほど。そこは手薄だ。猛虎より先につけば備えもできましょうが、果たして。難しいであろうな。いよいよ決戦ですね。ああ、なんかいるぞ。誰これ。お主ら、ここへ。いかがなさいました。猛虎が日吉に向かっておる。皆を宿に集めて隠れておれ。敵はわしらが。はい、そのように。うん、ここは見晴らしが良い。ハサミ打ちの心配もなさそうだ。あ、矢がいっぱいある。急がねば。地の利をどう生かす。はあ、戦場を調べろ。あ、なるほど。何もないか。ありものを使うまで。矢がいっぱいありますね。樽で痛手を与えられるやも。なるほど。ちょっと馬たちが近くてやだな。に猛虎を誘い込むか。なるほど。火の矢は持っておるか。火の矢。火の矢なんかあんの？蜂の巣か。足止めになる。ちょうどいっぱいあんな。火の矢を持て。火の矢で燃やすでないぞ。はあ、火の矢。あ、こんなのあんだ。ならば下がっていてください。備えろ。猛虎が来るぞ。なるほど。やつらです。ちょっと馬が。わしの休日をとっと見るがいい。馬おいで。降りてくるぞ。あいつも火の矢が。一冊で参る。燃やせ。これで。おい、あいか。あはは、来ちゃった。全然矢を打つ気がないんですけど。よいしょ。何も矢打ってないけど。いった。お任せを。全然打ってないんですけど。矢を使ってないな、全然。あー、ダメだな。あ、ダメだ、ミスった。先生。あ、先生の方行った。よいしょ、切った方が早い。
よいしょ、先生撃って、よいしょ。あーやばい。あー待って、あー見つけた。あー先生ちょっと待って、先生危ない、よいしょ。危ない、よいしょ、よいしょ。もう普通に切っていい。あーどんどん来ますね、あれに当てたい、よいしょ。よいしょ。お前はどこだ。来ないぞ全然。よいしょ、先生撃ってください。もうこっちが突っ込みます。よいしょ、よし先生お願いします。よいしょ。うわー燃やしましょう。あーいいですね、燃やすのいいな。あいっか。これが厄介。おお素晴らしい。ひとまずは先生そこに一人います。ああ全然当たんないかなこれ。あ火の矢もここにあったんだ。気を取る。あ巴さん来た。あれが巴。あやつめ長尾の旗を捕らえましょう。今燃やしてる。狐の仮面かぶってるのか。腰抜けめ。いやバカにしておるのだ。巴の前の弟子が長尾博則だと知っておるのだろう。弟子ではないと聞きました。どちらです。かつてのわしは若く傲慢で無情だった。博則はその姿を真似て兵を率いて謀反を起こした。敗れた者の長尾家の精鋭を道連れにしよった。賊と戦った末死んだのではないのですね。それは長尾家を守るための作り話。師としての責を問われ、わしは全ての信頼を失った。情けとして指南役のみ下ろされてな。ああ休日を失わずに済んだと己を慰めたが、見てみろ、こんなものに何の価値がある。巴にも聞かせたのですか。わしが再び弓を教える意味を知ってほしかった。結局あやつにも裏切られたがな。浩徳の罪も償えず、巴の心も変えられず、しかし日吉の民を救ったのは確かです。新たな弟子と共にな。おお、な急にいい人になってな。来てくだされ。ああ無論だ。だが巴の後も追う。必ず捕らえねば。承知しました。結局巴とはまだ戦えないのか。とりあえず金田の金銀は来てくれることになったな。これでひとまず石川先生のミッションは終わりか。あ増えた。